2023年9月1日、JA 企画で行われているマクドナルドさん、2階建てだったら鉄骨いらない、木造で十分です。倒壊まずありません。大きな地震来てもしっかりと間に切り入れていけば、倒壊することありません。でそもそもで言うと、エコールリアにマクドナルドがあるんで人口少子化なんです日本で。いや一応もう撮影しました。JA 企画っていうことになっています。もう証拠の写真とかもう押さえてるんでね、もう今更ジタバタジタバタしない。だってここに書いてありますから、 JA 兵庫六甲ってね、もう何もかもが間違えてます。一回マクドナルドの歴史説明しておきますね。淡井圭介本人です。昔から建てすぎていたんですよ。で一旦閉店ということで数店舗削り始めたんですね、マクドナルドさんって。で値段も安売り競争が始まってと。でその値段だったら飲食業界は無理だということを、私はその当時外国人の方が社長として就任されてたんですけども、日本の、本社ということで社長ということで、まあ本社はアメリカなんですけども、まあエコールリアにね、すぐ近くの岡場駅歩いて15分ぐらいのところにあるんですよマクドナルド。そこを複合施設で、もともと店舗はコロ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 変わっていて、でまあマクドナルドさんはまあまあそれなりにお客さん来てもらえてると。でそこに建てたら数減ると思います。でできればそのまま事業を継続してエコールリアだけでずっと留めておけば、賃貸料払ってもらって、まさかエコールリア丸ごとマクドナルドさんに買い取って固定資産税払ってもらうことなんてできないでしょう。もうとにかくね、本物の真の経済とか分かってない人間、ワールドビジネスサテライトとか見て何かちょっと勘違いしてしまう役員さん、本当に無理です。国の行政の人もね、 JA の人も公務員の人が間違えたのか何なのか、もうそういう話になりますよ。みんなの税金身勝手に使いすぎ、本当に。何回か撮影行ってますけども、途中経過ああいう風に今度は金属をたくさん使いすぎている。もう2階建てだったら木造で十分、それで100年ぐらい持ちます。